今日は商品レビューということで猫よけまたさらに追加しました。超音パネルですね。全部日本語です。じゃあ、これは。足の部分。足が3本。入ってますね。足が3本。ソーラーなんですよ、ソーラー。前に買った。ガーデンバリアミニはあれ乾電池式なんでね、これソーラーだからいいかなと思ってここに来ました。充電する前にこの透明フィルムを剥がしてください。また高い放電変換効率を維持するためにソーラーパネルから常時にしっかりとホコロを拭き取ってください。ホコロ？ホコリですよね。ホコロって書いてありますね。ホコロとかこんな感じですね。これスピーカー2つなのかな。ストロボはつかないタイプか。これとこれがまず中間よいしょとこうか。でこれがこうなるわけか。はい、刺さるんですね。ここにそれでスイッチオン、押してみます。あ、落としますね。最初だけかな。ピー点滅。ここセンサーだからね、センサーPIR センサーっていうのかな。超音波スピーカーらしいですね、このね。あと挿してみますけどね、もう一個も同じものですね、入ってるのね。どうなんすかね、これね。この後ろはここにかけられるところがついてますよ。かけられるところ、ガーデンバリアミニ、この間デンバリアミニ。これはカメラの音ではこの間の動画でも出したんですけど、超音波流れてるんですよね。私の耳は全然聞こえませんでしたけど、これは1週間、2週間ぐらい経つかな。もうこれ設置してからも全然ね、あれです、猫来てませんよ。これ1個ばかりじゃちょっとあれなんで、試しに安かったんでこっちも購入してみましたね。はい、じゃあ後でこれ設置してみます。はい、はい、こんな感じで設置してみましたよ。近くに行くと最初だけが音聞こえない。
こえないな、人間の耳では。やっぱり。シャープもこんな感じ。ランナーがちょっとずつ生えてきてるやつな、これ。もうちょっと生えてほしいね。ここなんか結構ランナー伸びてますね、これね。日陰の方がいっぱい生えてんだよな。ほら、日陰の方はランナーなのか伸びるんだな。日当たってるとこは水不足なのかな。やっぱだんだん伸びてきたね、これランナー。お、ガーデンバリアミニさん、こっちはね、近くに行くと人間の耳では聞こえないけど、カメラではこれ聞こえると思うんだよね。はい、いい仕事してますよ。いい仕事。よいしょ。もうちょっとね、伸びてほしいな。水不足なのかな。よいしょ。もう一個こっち。よいしょ。ここにね、あっちからの侵入を防ぐため。よいしょ。で、ピーって言いましたね、前から。よいしょ。落としてんのかな、これな。カメラで聞こえてんのかな。ちょっとわかりませんね。はい、楽しみですね。どれだけ聞くか。はい、一応こんなもんです。ありがとうございました。